明治安田生命 J1 リーグ第33節柏レイソル戦の予想フォーメーションはこちら。じゃん。ゴールキーパーに西川選手、ディフェンスライン右から酒井選手、岩波選手、ショルツ選手、秋元選手、中盤に平野選手、柴田選手、右サイドハーフに関根選手、左サイドハーフに小泉選手、トップ下に江坂選手、トップにユンカー選手、こちらのフォーメーションで予想しています。レイソルは今シーズン 3-4-2-1 のシステムを多く採用しています。守備の際は 5-4-1 のブロックを敷いて、攻撃時は縦に速いカウンターが持ち味のチームです。まずはレッツの攻撃です。レイソルのブレッシングはそこまで前から来る印象はありません。どちらかというとブロックをしっかりと構築してからプレッシングをかけてきます。レイソルの戦略としては相手をサイドに追い込み、レッツのロングボールやこぼれ球を回収してから素早いカウンターを仕掛けるパターンが多いです。そのためサイドに人数をかけて追い込んでくるので、必然的に逆サイドの選手がフリーになります。レッツはサイドでボールを回しながら点を作り、一気にロングボールでサイドチェンジすることで数的優位を作れるでしょう。続いてレイソルの攻撃です。ビルドアップのパターンとしてはショートパスをつなぐというよりもより早く前進することに重きを置いている印象です。そのためセンターフォワードに向けたロングボールやディフェンスラインの背後へのボールが多くなってくるので、しっかりと引き返すことができれば失点は防げると思います。そして柏レイソルが相手となると、やはり気になるのは今シーズン途中まで共に戦ってきた武藤選手のプレーですよね。レイソルでも武藤選手の動きは健在で、得意のオフザボールの動きは厄介になりそうです。左サイドバックにボールが入るとディフェンスラインの背後に動き出します。武藤選手が動くことで空いたスペースにクリスチアーノ選手が降りてきてチャンスメイクするシーンが多く見られます。またボランチの選手が動き出すと、そのスペースを埋めに武藤選手が降りてきます。このように空いたスペースを埋めたり、スペースを空ける動きをしてチームの攻撃を活性化させる武藤選手の動き出しには注意です。この試合の注目選手は酒井選手です。ディフェンスよし、攻撃よしと誰もが認める日本ナンバーワンの右サイドバックです。この試合武藤選手がスタメンだと酒井選手とのマッチアップが予想されます。フルス対戦となる武藤選手がどんな戦いを繰り広げてくれるか注目です。予想スコアは江坂選手、関根選手、ユンカー選手の3対1で勝利すると思います。そして皆さんの予想スコア、予想フォーメーションもコメント欄でお待ちしてます。浦和レッズ対柏レイソルは10月22日金曜日7時キックオフです。勝利で飾り、終盤戦に弾みをつけていきましょう。今日の動画はこれでおしまいです。 We are レッツ。 We are